ジュール・ド・ニューフは、ベルギーのチェリスト、作曲家、指揮者、音楽教育者。ド・ニューフは、使名に生まれた。彼は、自宅で父から、最初の音楽教育を施された。1833年に、ブリュッセル王立音楽院に入学したド・ニューフは、チェリストのニコラ・ジョゼフ・プラテルに支持したが、プラテルの死後は彼を引き継いだフランソア・ド・ムンクの下で、研鑽を積んだ。また、 作曲とか声楽に関しては、フランソワ・ジョゼフ・フェティスの訓導を受けた。1836年には、最初の学位を授与されたものの、モンス王立音楽院でチェロを教えるという、仕事並びにモンスの歌劇場の還元楽団の、チェロ奏者という安定した職を提示されたため、それ以上勉学を続けることはなかった。彼は、その後、音楽院の院長にまで登り詰めている。この町で、 ドニューフは演奏協会ハーモニー管弦楽団を率いるとともに複数の合唱団で指揮者を務めた。合唱団に関わったことで彼は数々の合唱作品を作曲することになり、中にはベルギーやフランスの国境部で大きな人気を博した楽曲もあった。ドニューフはモンスの歌劇場のために4曲のオペラを作曲した。また、レクイエムが1曲、交響曲が数曲。 室内楽曲やオルガン、またはハーモニウムのための教会音楽などが残されている。合唱付きの公共曲がダンケルクで受賞するなど、彼の作品にはコンクールにおいて賞を獲得したものもある。彼はヘントの美術、文学王立アカデミーの会員を務め、アントウェルペンの芸術協会では通信会員であった。また、ベルギーやフランスの数々の合唱協会で、 名誉会員に選ばれていた、出典、ありがとうございます。